刺客を用意した。ボッコボコにしてもらうから。どうもこんにちは。うわぶっ倒してやるわ。あー危ない。すっげー戻ってる。持ってんな。前蔵先輩のこと言えなかったよ今の一段。最初うるせえな。かましてくんな。噛んじゃったよこれ。うわ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 。負けた方が残高が小さいですね。残高。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。さあ、今日は来ましたね。来ました、私のグランドに。また回らないよ、この2人で回してもね。そりゃそうだと思うけども、ね、そうでしょ。フルピー、ついにやったね。そうなんですよ、今日はすごい方が。そう、今日はコラボね。コラボですよ。来ていただくということで。まあね、いつも俺やられてるんで、今日はね、ギャフンと言わせてもらおうと思って。やられてるで、どういうことそれ。うん、いや、いつもやられてるから、俺は。今日勝負するの。そうそうそう、刺客を用意した。うわー、これは大変だ。ボッコボコにしてもらおうかな。マジでボッコボコ。まあ、その可能性は十分ありますけども。そうですね、改めまして、はい、この方に登場していただきます。どうぞ。どうもこんにちは。うわー、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。いたします。いやどうも本当すいません。ありがとうございます本当に。あ、もうほぼ初めまして。いや本当そうなんですよ。そうですよね。武井さんとはなかなかテレビでも会うことなかったですね。会わないですし、ただ一つ僕は麻布十番で見かけたことあります。そうですね。あるんですけど声かけられなくて。声かけてください。いやいやいや、もう、いや武井さんは、はい、まあ実は私たちの二個先輩。そうですね。ね、そうですね。で前園、うん、まあ先輩の僕は後輩なので。はい。はい、いや本当前園さんの、まあ、ゴルフ対決見ましたけども、はい、先輩が不甲斐ないということ で、 そうです、ね、ちょっとねあのサッカー界がゴルフ下手くそだと思われてるんで、はい、ちょっとあのサッカー界で上手いやついるぞと。なるほど。というところでそれが上昇。そうなんですよ、はい、いやでもすげえ噂は聞いてんすよ。噂ですか。いや噂になってますか。そんなことない。平均75ぐらいで回る。いやいやいや、そんなにいかないもらわれてますね。もらわれてますね。ボギー打ったのを見たことない人がいる。ちょっと僕も戦々恐々してて。いやいやいや、今日はもう胸を借りるつもりで。いやいや、そんなことです。本当によろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあこれは今回武井壮さんの、はい、百獣の王国チャンネルと、はい、コラボなんで、コラボ、はい、前半うちが3ホール、はい、勝負して後半武井さんのチャンネルの方で、はい、また勝負決着をつけていくと。了解です。はい、になりますんで、あ、ね、よろしくお願いいたします。すっごい緊張してますからね。そうですね。本当にぜひ頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ぶっ倒してやるわ。ここアウトの4番、パー5になります、はい、今日は、グリーンなんで530ヤードと、はい、いうことになりますんでね。ちょっと右側のグリーンになります、ね。まあまあ、スタートホールか。まあまあ、そうなんですよ。ちょっとまあ準備運動されてると思いますからね。いやまあ振ってってください、ぜひとも。いや、頑張りましょう。振ってきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。私からね、こちらのチャンネルですから。そうですね。はい、私から行かせていただきます。緊張しないで。いや、緊張するよ、本当にマジで。なんか320ぐらいは飛ぶって聞いたんですよ。そうなんですよ、武井さん。今まではバンバン振ってたんですよ。はあ、だけど、今ちょっと50グラムの S シャフトにして、もうしなりで、優しく飛ばすという。今年48にしてそうですよ。ちょっと落ち着きを覚えた。落ち着きを覚えました。もうバンバン振れって言われた。前園に教えてやってください、その落ち着きを。よし、じゃあこれ左サイドは OB みたいですね。よろしくお願いします。はい。うわー、緊張すんなこれ本当に。うわー、左行ったよ。左危ないじゃんこれ。カーンっつった。あ、右行った。ある。危ない、危ない。セーフ。超緊張した今、本当にやべえ。持ってるな。危ねえ今。あれがセーフは持ってるな。さすが上昇寺。 OB 一直線みたいな球してるね。いや、ほんとだね。木で右。右で右です。何それ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、ナイスショー。ナイスショー。うわー、これはすごい。めっちゃすごい。よっしゃ、行きましょう。これはまずい。なんとかなりそう。すごい、頑張ります。いやー、今日はボコられるね。ボコられる。ちょっとでもビビってグリップめちゃめちゃ緩んだ。グニョンってなりました。いや、ナイスショットでしたね。ありがとうございます。さすがですね。もうやっぱ本番に強いっていうね。ありがとうございます。本当にね、ちょっとカメラ回るとまあまあやる。いやー、本当ですよね。頑張ります。さすがです。今の一撃はちょっときつかったな。ジョーさんの今のがセーフは、はい、めちゃでかいっすね。まあ、確かにでかかったですよ。めちゃでかい。危なかった。いきなり OB はちょっと、はい、地獄ですもんね。この勝負もう全くもう終わりっていう感じでしたけどね。まあこっからでも次ね、頑張ればそうですね、なんとかね。いやー、でもすげえ球だったな。これかな。これじゃないですか、僕のは。ジョーさん、フェアウェイまで戻ってきた。これ多分戻ってきた。すげえ戻ってる。これです。すげえ戻ってんじゃないですか。50ヤードぐらい戻ってんじゃん。あー、ラッキーだわ。持ってんな。
これですね。竹井さん、こういうゴルフもありますね。すごいな。だってあの辺、そうですよね、直撃の感じで行ってカーンってこれに当たって持ってたのか。しかもフェアウェイまで今日ね、今日何かある、ある、ね、あるね、本当あるな、今日まだ相当ありますね。300ヤード以上ありますね。あった、すげえな、ついてんな、あの人。ワールドカップ出てる人違うな。いやー、助かった。マジ危なかった。いや、前園先輩のこと言えなかったよ、今の一打。いや、5番であそこに、ちょっとフェード気味で。うまい。完璧。ここでいいですね。いや、うまいな。ありがとうございます。フェード気味でっつって、ちゃんとフェード打つあたり。いや、だけど見て、あそこ120ヤードぐらい置いて帰ってるんだけど。いや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 、これイーグルとかやめてくださいよ、武井さん、本当にいきなり届かないもん、俺、あそこ。いやいやいや、グリーン、グリーン周りどうなってるのか全然知らないから。あ、まあそうですよね。触れないじゃないですか、怖くて。刻むしかないじゃないですか、これ。これ何がどうなってんの。あそこは本当、下って登ってんですかね。グリーンの手前にバンカーがあるらしいですね。全然わかんない。わかんないですよね、これ。左は？左はあのグリーンとグリーンの間にバンカーです。OB は？ OB は左と奥。あのグリーンの左は OB なんですか？ OB じゃないです。奥が OB。サブグリーンの左側。全然わかんない。練習場だと思って打つで。わあ、でもいいとこじゃない？大丈夫か？あれでもあそこちょうどいいとこじゃないですか。かもしれないですね、はい、何もなければ。ああ、でもあそこバンカーあるな。でもね、あんなとこまで多分行かないと思うんですよ。ラフのすごい浮いたところにある。浮いたところにどうやって打つんですか。浮いたところどうするんですか。サンドイッチでショーンっつってポーンと、はい、浮かして、あのベアグラウンドとかじゃなきゃなんとかなる、はい、あ、ベアグラウンド薄いのがダメなんです。難しいですよね。薄いのむずい、勘弁してほしい。バンカーちょっと固めですよ。バンカー固め、はい、バンカーは問題ないですか。出たとこ勝負です。あ、出たとこ勝負なんですか、はい、まだ練習してないんですよ、バンカー。もうちょっと先に練習しようと思ってて、今もうとにかくショットが中に収まることだけを考えて。大事ですよね、こう収まればなんとかなるんですよね。ほんとそうですね。まあ、ああいう戻し方あるからね、フルビー今完璧やったじゃないですか、セカンド、ね、そうですね、セカンドあそこですね。あ、もうど真ん中、はい、ちょうどいいとこですね。やばい、俺ピンチやん。上昇寺は真ん中、真ん中よ。そうですよ。いや、でもさっきちょっとイカサマ真ん中ですよね。ちょっと緊張したんだよ。竹井さんとこうやってゴルフ対決できるんだから。そうです。スタッフ忍ばせてない。ライン沿いに。でも手前から行った方がいいよなこれ。あー、でも 92? これはベタピン来んのかな。左、お、いい感じに戻ってきた。ナイスショット、ベタピンやん。ナイス、よし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 、あぶねー。ナイスショット、うまい。前ね、やってるね、あの人ゴルフすごいやってる。見事ですね、3オン、ね、やりました。うまいかどうかとかじゃなくて、とにかくね、やってる。ここか、薄いやん。竹井さん、それ上気にならないですか。上気にならないです。ああ、気にならない。気になればよかったのにな。すいません、うるせえな。すいません。なんだあの人。初対面なのにあの人かましてくんな。うわ、決めたい、これ。よし、ここか。来たよ。うわ、切れた、本音切れた。ちょっと先行きますね、じゃあ。すいません。あ、うわー、パーだ。入れたいね、これ、やっぱり。ジョーチャンネルで最初バーディー欲しいね。でも、欲張らない。いやー、ナイスバーディー。ありがとうございます。うわー、すげー。チャンス。ナイスバーディー。あ、ギャラリーがいる。ありがとうございます。どうも。どうもありがとうございます。ギャラリー。よりの皆さん、どうも。お疲れ様です。いやー、ナイスバーディー。ありがとうございます。よっしゃ、いいスタート。いやー、いいスタート。よっしゃ。まずは1打リード。こっからです。こっからだから。食らいついていくよ、食らいついて。ゴルフの1打リードは、はい、1打負けてると一緒ですから。あ、そういうことですね。そういうふうに俺は考えるようにしてます。
いやでも今のは素晴らしい、あのラインで、はい、ちょうどですもんね。ちょうどぴったり。欲張らないって言ったじゃないですか、はい、あれはどういうことだったんですか。あれを入れに行ってガッツくとカップ舐めたりしてツワーっていきそうな傾斜じゃないですか。横にあれはもう外してもカップの横にいるぐらいで打ちたいっていう、入れに行ったらダメっていう戒めです。やっぱりね、ちょっと違うな、やっぱり武井さんは。ただ一打勝ってるは本当、一打負けてると一緒だっつってそうなんですね、言い聞かして。ただ一打俺が勝ってるっていうのは、はい、そういう言い方あるんですね。うわー悔しいな。続いては5番、はい、ミドルですね、A グリーンなんで今日は382ですね。これ A グリーンは右？右です。右ってどれ？あそこの林の間、ちょっと奥、ね、見にくいところですね。ティーショットはどこに打てばいいんですか？鉄塔方向。鉄塔でいい。鉄塔でいいって言われると鉄塔行かないんだよな。鉄塔は避けてくださいって言われたぐらいの方が。おいしょ、鉄塔行った。ああ、もうあそこ完璧ですね。うわー、すげーとこ打ってきた。さあ来い、上昇時、はい、ちょっとさあ来い、引っ掛けないようにね。ちょっとフェードだな、ちょっとね。うまい。どうだ、フェードっつって本当右回転かけてくんな。うまい。オッケーオッケー、ナイス。同じとこ、同じとこ、よしよし、イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、よーしよし。ちょっとレベル高いなぁ。食らいついて、食らいついてかないとね。素晴らしい、素晴らしい。いい、なんかいい勝負だ。番組みたいだな。番組みたいだ。テレ東の朝みたいだ。いやいや、本当ですね。テレ東で買い取ってもらいます。タボリさんいるんじゃん。タボリさん。いいですね。ありがとうございます。お互い。いやいいですね。頑張ってる。頑張ってます。試合行こう。武井さんは週どのぐらいやってんですか、ゴルフの練習。半分ぐらいですかね。半分ぐらい。2日に1回行けるぐらいで。結構夜中行ってますよね。夜中は、はい、傘行って、ね、球打つぐらいですね。あ、まあラウンドは週1回行ければいいかなぐらいの。ああ、そうですね。武井さんはもともとプロ目指すというか、アメリカに行ってそうですね、やられてて、今何を目指してるんですか、ゴルフで。 PGA の資格を何か取りたくて、はははティーチングでも何でもいいんで、はい、取って、はい、その PGA の資格があると、うん、シニアツアーに参戦できる。推薦とかもらえば、だからそこをちょっと楽しめればと思ってるんですけど、でもぶっちゃけ何でもよくて、普通に旅行行ってアメリカでミニツアー参戦したりとか、そういうのも楽しみたいし、地球上で50代はもうゴルフを遊びまくるって決めてるんですよ。そのためだけにゴルフやってます。もう噂だとかなり家とかを探してるっていう人、噂僕の情報入ったんですよ。家探してる、いろんなところで。今バルセロナで家一軒交渉してて、ちょっと買おうかなと思ってるんですけど、はい、とね、私もスペイン実はいたんでそうですよね。そうなんですよ。ちょっと今日それもう聞こうと思ってたんですよ、はい、それでちょっとね、武井さんがなんか家探してるよっていう情報が入ってきてて、まあ、いや俺武井さん会ったことないんだけど。スペインに家あるんですか。いや僕はもう家はないんですけど、はい、だけ どこ僕はバジャドリードっていう、マドリードから真ん中の方ですね、下の方、そこに家あったんですけど。マドリードもいいですよね。マドリードもいいですね、はい。でもバルセロナが一番華やかで、華やかですし、海もあるし、もう何でもあります、ね、だけど武井さん本当にバルセロナとかあの辺で家買うのかなと思って、はい、ちょっと聞きたかったんですよ、今日お会いするって。その辺ちょっと後で詳しく聞かせてください。そうですね、食らいついていってるね。いいよ、いい感じだね。あそこジョーさんも飛ぶよな。いやいやいや、パワーあるよな。ちょっとこの木をどう攻略するのか見物ですね。これちょうど木は大丈夫ね。ここはもう普通に打ても全然キーなんか関係ないですよね。やっぱりちょっとレベルが違うんで、フルピー黙っててくれ。厳しい、身内に厳しい。よし、大事だよ。大事だね。あんまり変なプレッシャーかけないね。うまっ乗ったかな。あーでもちょっと左引っ掛けたね。あー落ちてきちゃった。え、傾斜があるの。だいぶ落ちてきたよ。俺結構いい、俺いい当たりしてるんだけど、ね、めちゃめちゃいい球だった。ジョーさんのあれ見ちゃった。これでどう。これはいい。わー、いい球。これも届かない。あ、でも上げてるな。あ、止まったかも。止まりましたね。ジョーさんの、なんであんな戻ってきたの。水掘ってます。水そんな掘ってないですよ。4-4-8で疑惑をかけるすげえ戻ってきたよね。めっちゃ戻りました。パワーあんだね。球ふかー増えてたもんね。鹿児島実業のトレーニングがやっぱやばいんです。やばいっす。やばい。もうやばい。真夏の、まあ、40度の中で
ゴールラインからゴールラインまで、まあ、110か20ぐらいあるところを17秒で走って43秒で戻ってくるのを、これは 最長で120本マジで最初があの30本ぐらいなんですよ、はあ、この辺は全然初日行けるんですよ。初日で、はい、初日で、まあ、きついけど、はい、たどり着けるって感じなんですね。全然たどり着けます。その次の日がいきなり50本に増えてで60本、70本、80本どんどん1週間やるんですけど、でこれ必ず3人あの倒れて救急車で運ばれるっていう毎年ですよね、はい、それはちょっと昭和でしかできないやつ、ね、いや本当です。だからもう上半身裸になってやるんですよ。とりあえずグラウンド着いたら手突っ込んで全部出してで塩をすごい舐めて怖えそれでやるんですよ。怖えよ鹿児島に生まれてサッカーに触れてなくてよかった。いやいやいや本当ですよ、前園と友達とかじゃなくてよかった。いやいや当時でも僕も危なかったんですよ。習得だったんで。あそうか、習得です、ね、もう習得もちょっと行かれてましたよ。行かれてますよ、習得なんですね。葛飾区から柏のグランドまでアップで走ってくるんですよ。そこから練習とかもう意味わかんないと思って。だから僕はサッカー選ばなかったそれが理由なんですよ。ちゃんと科学的な人がいれば俺選んでたかもしれない、一緒にプレーできてたかもしれない。確かに。いやジョーさんこれを寄せてくんのか。ちょっと寄せなきゃな。やめたらよかった。うまい。うわーもっといけ。いや悪くない、ちょっとスピン効いちゃった、うん、うまいな。うまいっていうかね、ゴルフをね、やってるよ。もう完全に見抜かれてるね。やってて出ないの、本当前園ぐらい。切れるな。やべ、強い。止まれ、よし。でもうまい。痺れるとこ残したやん。そういう距離がちょっと一番嫌ですよね。そうですね、今のパンチしちゃうんだよな、ああいうの欲しく。キャリーさん、キャリーさんもう見てねえや。これやっぱりね、こういうゴルフになると僕ストライカーっぽくないんですよ。ダーンってやっぱり行きがちじゃないですか、はい、でもそれは絶対うまくいかないと思うんで、だから逆にこうショートが多いんですよ。ダメなんですね、ビビるんで。うわー、短いよー。惜しい。すいません、こぎ。やってるな、でもやってるな。もうだってグリップがおかしいもん。素人のグリップじゃないんだもん。見た今、これが黒。そんな見たことない、俺素人で黒な人。いやいや、トッププロが一回悩んでやるやつよ。ほんと悩んじゃってダメなんですよ。何で悩むんすか。はい、ナイスパー。ザッス。うわー、これはすごい。耐えたぜ。いやでもね、ジョーさんのあれを見てなかったら、俺も100あの50度持って手前やってたんで、 ありがとうございます。いや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 、そんな、うん、500度飛ばしといてよかった。 あれは分かんないもん、ね、あの傾斜は初めて来たら。いやーやっぱりすごいですね。バーディーパーで、もうこんなの簡単に崩れるんで、しっかりまとめてね、なんとか2ホール耐えたっていう感じです。いや僕本当に全然自分に過信がないんで、はい、あのダボも来るし、はい、ボギーも簡単に来るゴルファーなんで、はい、こういうのはもううまくいったって言って、はい、ここまでですね、何が起きてもおかしくない技術なんで。でも武井さんってどっちかというとこうイメージが、はい、バッと乗ったらもうバババッと行くみたいなイメージじゃないですか、はい、でも全然違いますよね。全然違う。そう、本当にもうすっごい繊細だし、すごくね、いろんなことを考えられて。110の方は、はい、これはあんまりあれですけど、うん、キャラなんで。キャラ言っていいんですか、こんなこと言っていいんですか。やっぱりキャラ、まあ、はい、やっぱりね、動物とかやっぱり可愛いし、仲良くしたいんですっていうのが一番あるんで。あんだけ散々で、ね、どうやって倒すかみたいなのやってんのにね。3万頭倒してますから。なんであんなやつ売れたんだろうと思ってたんですね。6番パー3ですよ。エグリーンなんで187ヤードと出てますが、まあ、これジョーチャンネルの方はもうラストホールです。今2打差だって。これ入れちゃえばいいんだよ俺。そうだね、入れちゃえばいいんだけど。入んのかな。まさに。しゃ、めくれた、入ろう。よっしゃ、あナイスオン。持ってきましたか。あ、なんとかオン。ナイスオン。あ、素晴らしい。いやー、やっぱ110の方なんでね。そうですからね。
倒し方研究してきましたか。ジョー・ショージはイージーですけどね。イージーですか。はい、ジョー・ショージはやっぱストライカーだからね。PK 蹴りたがるんで。うわー、噛んじゃったよこれ。うわ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 。あ、右手前。うわー、ダメだ。さあ、力んでるね。ジョー・ショージ力む。あんだけ綺麗にバチーンと打たれると力んじゃいますね。いつもやっぱりダンブローにこう入れてガーンって打ちたいんですよ。なるほど。サッカーでそんぐらい力んだ経験あります？あ、力んだ経験ありますよ。どの試合ですか？ワールドカップ。やっぱりワールドカップは力みましたね。すごかったっすね。もうすごかったですね。何大会でしたっけ、ジョーさんの？僕はフランス大会。フランス大会か。テレビとか雑誌しか見たことない選手ばっかりじゃないですか、相手が。まだ今ほど情報ないじゃないですか。ないです、ないです。だからレジェンドみたいな人が海外にいっぱいいて、はい、そうです。もう各国にスーパースターがいた頃ですね。もう本当そうなんですよ。オランダとか、はい、もうだからとんでもない選手だって。初戦は？初戦はアルゼンチン。アルゼンチンやばい。やばいですよ。誰で？バティストゥータと。バティストゥータ。バティストゥータに1点取られて負けたんですよ。そうですね。そうなんですよ。バティね、懐かしい。あとシメオネっていう選手だったとか。シメオネも、はいはい、今監督やってましたね。そうです、そうです、そうです。うわー、それはしびれんな。本当に。もうあれはね、あんな経験できなかったですね。実際やってみて、はい、差を感じるんですか？差を感じますね。だけど彼らも実はすげえプレッシャーがあって、あ、まあ、日本なんて絶対負けられないじゃないですか、はい、だからもう彼らがあんなに必死になってるの初めて見て、こんな選手も必死なんだと思って、はあ、だから向こうも、まあ、ちょうど僕ドーピング検査で試合終わった後にこう呼ばれるんですけど、はい、そしたらシメオネと僕呼ばれて、はい、で各チーム1人ずつやるんですけど、はいはい、でそれでシメオネと話してたら、はい、やっぱりすげえ緊張したって言って。マジですか？普段の 20% しか出せなかったって言って、それであんなに強いのかよと思って。なかなかでしたね。はあ、やっぱワールドカップしびれない。今年はすごかったですね。いやー、すごかったですね、本当。ドイツとスペインに勝つとかちょっと信じられなかったっすけどね。いやー、あれはなかなかね。でもそういう時代になりましたね。そうですね、かっこよかったな。三笘、はい、いいですね。三笘もう今ちょうどブレイクしてますしね。もう価値がやっぱり一気に4億ぐらいでね、彼は行ったんですけど、うん、今55億って言ってますね。でしょうね、はい、ワールドクラスになっちゃった。そうですね、やっぱり多分彼はワールドカップで経験して、はい、こう何が足りないとか、うん、多分そういうことを思いながらやっぱり今プレーしてるんで。逆に自信も感じたとかあるんですね。これは俺は通用するっていうね。そうです、そうです。あとはもうビッグクラブに行った時にどう活躍できるか、一番やっぱ日本人って難しいじゃないですか、ね、そこで活躍ねしてほしいですね。見たいですね。いやー、ただここのホールはもう最終ホールで、武井さんがもうあそこに乗せてるから。そうですね、もうリバプールみたいな感じです。いやいや、本当ですね。リバプール、スピードが必要だし、もうこれはまずいぞ。ハイプレスが必要です、これは。これじゃあ、あそこにちょっと落としながらだな。うまい、これはうまい、これはうまい。うわー、スピン入んなかった。ちょっとスピン入んないね。ちょっと遅かったですね、振るのが。ちょっとね、先に芝生を触った分だけですね。そうですね。あれはボールに入ってたらギュッですよね。そうなんですよね。受けてるし。やってんな、ゴルフ。そんなやってないんですよ、武井さん、俺。お金なんだよ、多分あの人、サッカーで溜め込んで。いくら持ってんだろうね。武井さんの10分の1ぐらいしかないですよ。チョウさん、正直、残高教えてもらっていいですか？残高。残高。負けた方が残高公開します。負けた方残高公開しますか。いや、もう負けるんじゃないか、これ。もう2打差なんだから。ここで僕が4パットしてこれ入れれば。いや、4パットじゃないですよ。そうですね、分かんないか。ゴルフってそういうスポーツだから。武井さん、バーディーチャンスですから。バーディーチャンス、バーディーお願いします。入れたいですよね。ただ欲張らないが心情なんだよ。いや、いい。あ、切れない。全然切れない。あ、思ったより切れない。しかも行っちゃった。これ上りじゃねえの。あ、なんとかこれは入れたいですね。はい、これはバンダーで終えたい。さあ、上昇し。フローグリップだよ。もう本当に悩んじゃったんですよ。あの、こうやって普通にやってたんですけど、引けなくなっちゃって。あれあれっつってね。こんなパターンしたんですよ、こうやって。だからもう、フローで。どうもしない感じで。ちょっと寄りで取っといてください。うまい。ゴー！上昇。危ない。うまい。いやー、よかったですね。ナイス。ありがとうございます。
ナイスパーだな、これ。これ武井さん油断したら危ないですよ、これ。これ危ないです、マジで。油断したら危ないし、がっついたら3パットあるから。ナイスパー！うわー、素晴らしい！ナイスパー、素晴らしい！いやー、本当ありがとうございます、本当。はい、まあ、ジョーチャンネルの3ホール、解決しました。ありがとうございました。武井壮さんがなんと1アンダーですね。ありがとうございます。いやー、素晴らしい。さすがですね。もうやっぱり、もうミスがないですし。そうですね。とか頑張って。ね。うん、やっぱり本番は強いですね。ちょっとね、その前に練習したんですけども、うんね、俺もしかしたらいけるのかもしれないね。思わしときながらのやっぱりさすがです。あれもね、調整なんですね。そうですね。ということはね。ああ、でもワンアンダーさすがです。ただジョーさんもまだワンオーバーです。ワンオーバー。ね、今ナイスパーでしたから。はい、ですね、まだ2打差という。2打差です。2打差です。でこのまま、はい、私のチャンネル、そうですね、百獣の王国になだれ込むということですね。わかりました。ご登場いただける。はい、登場させていただきます。フランスワールドカップから私の百獣の王国に。そうですね。ありがとうございます。そして私も動物を愛しております。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ上昇寺という獣をね、はい、仕留めに残り3ホール頑張りたいと思います。はい。はい。それではまた。武井壮さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。またお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。